はい、こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は夏場における多肉植物の、管理方法ですね、これをご紹介していきたいと思います。まあその前に、なるべくですね、夏場強いものっていうとなると、こういったアロエとかユーフォルビアの仲間になってくるんですけども、こういったものはまあほとんど、気をつけることっていうことはあまりないんですけれども、割とですね、この時期雨とかに当ててしまうと弱ってしまいますので、気をつけていただきたいというところもあります。それから冬型の代表的なところでアイオニウムですね、これ黒胞子なんですけども、やはり、長雨に当ててしまうとちょっと痛みが出てきてしまいます。それから、あまり、空気がこもるようなところですと、かなり傷んでしまいますので、雨に当てないということと、あと風通しですね、その辺を管理し、注意していただいた方がよろしいかと思います。それから、こういった、ちょっと粉物ですね、ものっていうのは、梅雨の長雨に当ててしまうと、粉も取れてしまいますし、あとは根腐れの原因にもなってしまうので、なるべく軒下で管理していただいて、それから風通しをしっかり確保していただくという感じですね。で、この時期貝殻虫なども出やすくなるので、この根元にですね、オルトラの DX、そういったものを巻いて予防もしてあげるという方が、安心かなと思います。それから、下の方の葉っぱですね、こういったものもついてると、腐りが広がっていく原因にもなるので、なるべくですね、取ってあげて、株元しっかり風が当たるように、管理していただいた方がいいと思います。それから、あとはセダム系のものもあります。セダムですね、夏の暑さにはかなり強いんですけども、群れにとにかく弱いというところがあって、こういうふうにですね、こういう、手すりみたいなところに、こういうメッシュのですね、カゴなんかをぶら下げて、それでここに並べてるんですけども、こういったふうにとにかく風通しがよく、なるような場所、こういったところに置いておくと割と持ちはいいかなと思います。で、地べたに直接置くってなってしまうと、やはり、群れやすくなります。床、からの、反射する熱もありますので、こういうふうにですね、台があれば台の上に置いてあげたりとか、テーブルがあればテーブルの上、なるべくですね、輻射熱、それから空気の流れがいいような場所に、夏場を置いてあげた方がいいかなと思います。特に東京はですね、かなり気温が上がってきて、多肉植物ですね、結構蒸れやすくなってますので、なるべく、風通しのいいところ、それから、あとは雨には、あまり当てないように管理していただくというふうにですね、夏を乗り切っていただければ、また秋にはですね、ちょっと弱っている株も、芽吹いてきますので、この夏ですね、その辺を注意して、管理していただければと思います。